こんにちは、ピークストリームのアエルです。今日はアウトドアシーン、レジャーシーンで使えるこちらの2アイテムのご紹介。こちらはティッシュケースですね。そしてこちらはロールティッシュケースというふうに書かれていますけれども、要はトイレットペーパーケースですね。こんなふうに上からも引っ張り出すことができますし、下からも出すことができるようになっています。こちらの2アイテムの紹介をさせていただきます。チャンネル登録お願いします。まずこちら、何の形をしているかお気づきになりましたでしょうか。こちらトイレットペーパーケースはね、ワンポールテント、TP テントですね。そしてこちらはツーポールテントの形になっています。こんなね、窓の縫い付けがあったりとか、こちらにチャックがあったりとかでね、可愛らしい作りになっています。レジャーシーンとかね、キャンプシーン、ティッシュ、トイレットペーパーってね、持っていかれてますかね。特にティッシュなんかは必ず持っていかれるんじゃないかなと思うんですけれども、こういう風にね、まあ可愛らしいおしゃれなアイテムがあると、一気にサイトやレジャーシーンが映えるというかね、雰囲気良くなりますし、また機能的でもあります。それではティッシュケースの方からご紹介していきたいと思います。こちらね、ティッシュを出した状態ですね。出した状態だとこんな風にめちゃめちゃスリムになっていますね。底の部分はですね、マジックテープになっていまして、中はこんな風になってるんですけれども、このマジックテープの締め具合で、ティッシュの、まあ、幅の調整ができますので、これよりも少し、まあ、厚みのあるねティッシュだったり、最近はエコーパッケージなんかって言って、ビニールのねティッシュケースなんかもあったりして、これよりも若干、まあ、薄くというかね、狭くなっているようなものとかもあったりしますので、そういったサイズ調整はこちらのマジックテープですることができます。そしてこちらのファスナーの部分からですね、ティッシュを入れます。もしこちらから入れるのが難しかったら、そこのこちらのね、マジックテープ部分から入れてくださいというふうにも書かれていました。まあ、今回はそんなに入りましたので、こちらから入れさせていただきます。そしてティッシュを引っ張り出せば完成ですね。でちょっとね、出てきにくいような感じはしますね。少しだけこのね、ここの屋根の部分がテント状になっていますので、本来の、まあ、ティッシュのね箱から引っ張り上げる時よりは少し分しかね出てない感じはしますけれども、まあ、それはそれでね、野外で使いますので、ホコリよけとかね、虫よけなんかにねなっているんで、まあ、ちょうどいいんじゃないかなというふうには思いました。それではサイズなどをご説明していきたいと思います。使えるティッシュの幅なんですけれども、こちら説明書を見ると幅 23.5 センチまで使えるということなんですけれども、一般的なこちらのエルモアのティッシュ、こちら 22.8 センチぐらいですか。なのでこれよりは5ミリ6ミリぐらいまではね、大きいものが使えるということですね。そしてここですね、幅いきましょうか。この幅が12センチまでいけるということで、これよりも約1センチぐらい大きいものだったら使えるということですね。そして高さが 5.5 センチまでいけるってことなんですけれども、これ 5.5 センチ、これぐらいですね。幅これぐらいのものまで、でもっと大きいものは使えないですね。鼻セレブとかね、ああいったものはちょっと入らないようですね。それではこのケースのサイズ測っていきたいと思います。このてっぺんの高さが、先ほど言いました通り 23.5 センチぐらいですね。このテントの下の部分の方が、まあ、若干大きくなっていますので、一番大きな部分で
29センチありますね。テントの高さ、まあ、実寸ですので、メーカーの公表している数字とは若干違うかもしれませんけれども、この高さで、16センチですね。この部分も一応測っておきましょうか。こちらの幅で、23センチですね。ここの長さとテントのここの長さはちょっと違いますので、こちらの部分ですね、ここの部分だけ測ると23センチという感じでした。次はロールティッシュケース、トイレットペーパーケースのね、ご紹介をさせていただきます。上から、まあ、今抜いてしまってるんですけれども、上から引き出すこともできますし、こちらの底に穴が開いていますので、そしてこちらにカラビナがついていますので、何かに引っ掛けて、下から引っ張り出すということもできるという2タイプの使い方ができますね。で、トイレットペーパー、こちらのはめ方なんですけれども、真ん中をくり抜いて真ん中から引き上げるというようなケースの入れ方になります。こうするとね、いっぱい抜けますよね。簡単に抜けます。こういったケースの仕組み上、外から引っ張ってしまうと途中で当然破れてしまうというか、ぐにゃぐにゃに、ね、なってしまいますので、必ず中側からくり抜いてはめ込んでいってください。こちら新しいティッシュ、トイレットペーパーね、用意しました。こちら2つのチャックとホックがありますので、真ん中のこの芯をね、抜きます。こんな感じですね。芯を抜いて中のティッシュを出した状態で、まあ、じゃあまずは上から使いましょうか。上向きに トイレットペーパーを入れまして、チャックを閉めます。ホックを止めて、これで完成ですね。こんな風にスルスルとトイレットペーパーを取ることができます。そしてこれを反対側に付け替えると、こんな風にカラビナで吊るして下に引っ張り出すことができます。こちらの高さはですね、 22.5 センチで、この幅ですね、この幅は22センチぐらいでしょうかね。一番長いところでになります。こちらの映像は先日のキャンプでティッシュケースとロールティッシュケースを使用した映像になります。
いい感じにキャンプアイテムに溶け込んでいるんじゃないでしょうか。このベージュサンドカラーというような感じの色は今のキャンプシーンのトレンドカラーですので、おしゃれなキャンプサイトにバッチリと合わせやすいという印象です。ティッシュは机の上に、そしてロールティッシュケースはカラビナがついているので、天井から吊り下げて使うというような使い方をしました。実際はロールティッシュケースの出番はほとんどありませんでしたけれども、サイトを彩る小物としてはいい感じのコーディネートになったんじゃないでしょうか。キャンプシーンでの使用例でした。いかがだったでしょうか。今日はレジャーシーン、アウトドアシーンで使い勝手のいいこちらのティッシュケースとロールティッシュケース、トイレットペーパーケースですねのご紹介をさせていただきました。これがあるとね、キャンプシーン、レジャーシーン、すごく華やかにいい雰囲気になると思います。僕もこれから愛用していきます。皆様もよかったら概要欄に購入ページリンクを貼り付けておきますので、そちらから購入して使ってみてください。ピークストリームではこんな風に皆様のお役に立てる情報、いい商品をどんどん紹介してまいります。いいねボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ピークストリーム、あゆりでした。